ゆうすけ北千里にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。改めまして平山奈美と言います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。初めてリオスタッフ雨降ってきた。いやミーヤーのせいではない。これは多分私最近めっちゃ雨降らなかったのにめっちゃ降ってきた。ミーヤーに雨女って言ったから多分怒って雨を降る。でも大丈夫かもしれない。ミーヤーちょっとね、テントとか屋根があるところでぜひ聞いていただけたらなと思います。ディオス北千里さんには初めて来させてもらいました。北千里駅にも初めて降りたかなと思うんですが、昔私大阪に出てきた頃吹田に住んでて、いつも北千里行きに乗ってたなっていうことをすごい思い出したんですけれども、初めて降りたこの場所、雨がすごい気になるけどね。それでも歌っていきたいな、元気に歌っていきたいなと思いますので、ぜひとも時間許す限り最後までお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。皆さんこの雨の音をかき消すぐらい元気に歌うので、ぜひとも一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。それでは行きましょう。チョコチョコチョコレート、チョコ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 レート、チョコ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 レート、みんなが大好き、おいしいチョコレート。原因は分かりにくいチョコレート、アルコールによる胃の
緊張したりとかいろんな気持ちを抱えてこの場所にやってくるので、こうして応援に駆けつけてくださることが本当に心強くて、力になりますので、これからもライブに遊びに来ていただけたらなと思います。私平山奈美はいろんなところで歌を歌ってるんですが、土日はほとんどライブをさせていただいております。ブログを毎日書いておりまして、そのブログの下にいつもライブ情報を載せていますので、ぜひともチェックしていただけたらなと思います。ツイッター、ブログなどをチェックしてくださっている方はもう見たかもしれませんが、今年花粉症デビューをしたかもしれなくって、花粉症の方います？あんまりいないですね。今日はマシ？雨降ってるからマシ？そんなことない。私でも一昨日が一番なんか鼻水がすごくって、これは絶対花粉症デビューやと思ったんですけど、昨日全然大丈夫やって、これは違うかなとか思ってて、今日出演されてるトリコロールさんに花粉症デビューしたかもしれないですって言ってて、なら南さんおめでとうと言ってましたけれども、ちょっと鼻風邪を引いてると信じて花粉症デビューはしたくないなと思いながら、
願うばかりなんですが、花粉症の皆さんは今年春は大変だと思いますが、すごいひどいみたいなので大変やと思いますが、私野外ライブもたくさんやらせていただいております。ぜひ薬を飲んで遊びに来ていただけたらなと思います。初めて来させていただいたので、初めましての方が何名かはいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、1曲だけちょっとカバー曲をお届けしたいなと思います。きっと皆さん世代の方が多いんじゃないかなと思いますが、赤いスイートピーという曲を聴いてください。今日出演者5組かな6組かな、トリコロールさん以外初めてお会いするんですけれども、トリコロールさんとは本当に毎月、ライブをご一緒にさせてもらったりとか、すごく仲良くしていただいている、お二人で、今日はすごく来るのが、不安だったこともあったんですけれども、トリコロールさんがいるからと思って、よかったなと思いながら来させていただいて、
そしてまあトリコロールのミーアンさんがまあ雨女なんですけど、まあ今日今ちょっといないから言うけど、それを、まあ、前日からいじってたわけですよ。ミーアン雨降らさないでくださいねとか言ってたわけですよ。ほんなら私の時にめっちゃ雨が降るっていう、多分ミーアンが降らしたんだと思いますが、このままちょっと持ってくれることを願って2ステージ目も最後まで開催できればなと思っておりますので、ぜひせっかく来ていただいたので最後まで聞いて帰っていただけたら嬉しいなと思います。最後の曲に行く前に私も少しだけ、お知らせがありまして、ワンマンライブ、今2種類2つ決まってまして、チケットを販売しております。あ、でも4月の14日はチケット完売いたしましてありがとうございます。次が5月12日ワンマンライブ決まっております。50名様の、ちょっとアットホームなところなので、チケットも残りわずかとなっております。ぜひとも5月12日のチケットゲットしていただけたらなと思います。今年も毎月ワンマンライブが決まっております。皆さんが応援してくださるおかげなので、そんな皆さんにぜひ来ていただきたいワンマンライブとなっておりますので、ぜひともどこかで遊びに来ていただけたらなと思います。全部来ていただけたらすごく嬉しいなと思いますが、みんないろいろ予定もあると思いますので、ぜひともここやったらいけるわ、ここやったらいけるわと私のライブ情報を見ていただけたらすぐ出てきますので、ぜひともチェックしていただけたらなと思います。それでは最後の曲、大丈夫という曲をお届けしたいなと思います。先ほど、少し言わせていただきましたが、大阪に出てきた時についたらへんに住んでまして、まあ、その時は、まあ、こうしてお客さんがライブに来てくれるってこともすごく少なかったですし、こう椅子も今はね2つぐらいしか空いてないですけれども、座ってくださってるのが2人っていう感じで、もうこの客って感じの、ほんまにそういうところでライブをしてたので、今こうしてたくさんの方が聞いてくださってることがすごく夢みたいで、いつも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。吹田で一人暮らししてた時に、やっぱ一人になるとすごく不安になって、私には音楽っていうものは向いてないんじゃないかとか、やめようかなって何度も一人で考えてた時がありますが、それでもやっぱりライブに行くと楽しくて、歌が大好きで、どんなに辛いことがあってもやめることができませんでした。だからこの先も自分自身に頑張ってほしいなという気持ちを込めて、この大丈夫という曲を書いたんですけれども、この歌を書いてからたくさんの方と出会うことができて、この歌でたくさんの方に平山奈美を知っていただくことができました。私にとってはもう恩人というか、恩人じゃないな、恩歌本当にね感謝している曲です。今までの中で一番思い入れのある曲です。歌詞にも注目しながら聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。大丈夫。私の前でただ泣いて
のでぜひ声をかけていただけたら嬉しいなと思います。そしてこの後もライブ続いていきますので、ぜひとも楽しんで帰っていただけたらなと思います。本当にありがとうございました。